通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですねマクドナルドの話題になります。以前はですねマクドナルドという本国の広告の話題をお伝えしましたが、今回はですね日本の広告なんですね。日本マクドナルドが新たなアニメーションの広告というのを発表しまして、これがですね海外で国によってはロックされてしまっているというんです。現在ですねこの広告を見ることのできない海外人気たちというのが大変嘆いているということで、一体何が起きているのかというのを見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ね、花粉が大変ですね。もうね収録も大変ですが、薬を飲んでもですねもう全く抑えられない日がありまして、まさにそれが今日なんですけどね。鼻水が大変なことになっておりますが、お聞き苦しい点があったらですねご了承ください。さあそれでは本題です。こちらねちょっと見えておりますが、今回ですね日本マクドナルドが新たなアニメーションの広告というのを発表しました。もうすでにですね日本マクドナルドがアニメーションの広告というのを発表すると、海外からもですね非常に注目されるという土台ができているんですね。そのきっかけとなりましたのがこちらの広告です。皆さん覚えてますか？これがですねもう海外で本当に大ブレイクいたしまして、大変なバズりを見せたんですね。で今回のお話はですねこちらに続くお話となっておりますので、これに関してはこちらの動画でまとめております。でこの話題が全くわからないという方はこちらの動画からご覧になっていただくと、今回の話題も理解がしやすいんじゃないかなと思います。ざっくり概要をお話しいたしますと、日本マクドナルドのですねこちらのね非常に素晴らしいアニメーションによる広告というのがあるんですが、これがですね海外で大変受けたんですね。ほとんどの人たちにとってはこれだよ、これが見たかったんだよということで好意的に受け取られていたんですが、一部界隈ではねこれが人種的にどうなんだ、ジェンダー的にどうなんだと物議を醸しまして、それによりさらにバズっていくという状況だったんですね。ここねちょっと見てみますと、はいこちら見てください。 1.5 億回表示されています。67万件のいいねと14万件のリツイートと、そしてさらにですねこちら8000件以上のコメントがついているわけですね。そしてこちらは以前の話題になりますが、これを受けただろうと思われる形でこちらですねマクドナルド、こちらですね本国のマクドナルドになりますが、このね M の文字をひっくり返して W にしマクドナルドとして日本のアニメを使った広告というのを現在展開しているんですね。でこちらに関してもですね基本的にはね大変好意的に受け取られているんじゃないかなと思います。ただねやっぱり一部界隈ではねこれに対して、パンダーしすぎと言いますか、迎合しすぎ、そういった方面で批判している人はいなくはないですね。結局のところですね何をやっても批判する人はいますから、ここはね仕方がないんじゃないかなと思いますが、おそらくこちらの影響を受けたであろう本国が現在このような広告を展開していると、こういった土台があるんですね。ここもですねこれ日本の顔文字ですよね。こういったものだとか、あと可愛いと言ったりもしましてですね、もう本当にね日本一色の広告を展開しています。そしてですね今月に入りまして、日本マクドナルドがまたですねアニメーションの広告というのを展開しているんですね。それがこちらになります。てりたまテレビ CM をアニメ化しちゃいました。 CV 宮崎あおい、テレビ CM と見比べてみてねタップしてご覧ください。ということでそれがねこちらの広告になるんですが、これね何かと言いますと、こちらの広告なんですね、もともとですね宮崎あおいさんの実写の広告なんです。こちらありますね、宮崎あおいさんが2年ぶりに登場、てりたま好き集まれ3月6日発売です。こちらの実写の広告をですねアニメーション化したものなんですね。でねこちら見ていただくと分かります、こちらがね実写ですね。そしてねアニメーションの方でねこのように再現されているんです。同じでしょ。現在日本のマクドナルドはこの宮崎あおいさんの実写の広告をアニメーション化するという広告をネット上で展開しているんですね。そして今回ちょうどね先ほどの広告から1週間後になりますが、この流れですよね、恋の出演宮崎あおいとしてアニメーションの新しい広告というのが発表されました。こちらの広告ですね、非常に素朴で本当に何気ないやり取りのある短い広告なんですが、これがなんとですね海外の国によってはリージョンロックによってブロックされているというんです。でそれをまとめているのがねこちらおなじみの日経ゲーマーさんですが、日本マクドナルド健全なアニメ広告をリージョンブロック、日本マクドナルドは驚くことに最新のアニメ広告にリージョンロックをかけました。昨年末日本マクドナルドは幸せな家族、10代の友人や恋人がたむろする様子、さらにはハロウィンのキャラクターたちを描いた短編アニメーションを公開しました。これらの広告は全て健全な画像、心を落ち着かせる音楽、そして経験したことのない時間と場所への不思議な郷愁の感覚を高く評価した西側のツイッターユーザーの間で大変話題になりました。しかし日本マクドナルドは現在広告を日本国外では閲覧できないように制限しているようです。ここ数日で少なくとも2つのアニメーションがアップロードされ、ユーザーは VPN なしでは視聴できなくなりました。幸いなことにファンは日本国外のユーザーが見られるようにアニメーションを再アップロードし始めました。
ということでですね、今回のね、こちらの本当にね、非常にシンプルな、何の害もないようなね、この広告が国によってはリージョンロックをされてしまいまして、見れないというですね。で、X にはですね、まあ Twitter の頃からそうなんですが、確かにね、リージョンロックというのはあるそうなんですね。こちらにありますが、特定の国におけるコンテンツの表示制限について、コンテンツが表示制限される理由、X はツイートやアカウントの表示制限を行うことがあります。世界中で毎日数億件ものツイートが飛び交う X では、これ X 公式がツイートって言ってるんですね。利用者の表現を尊重していますが、該当する現地法に基づいて表示制限を実施することがあります。ということで、こちらはですね、まあ、表示制限について書かれているんですが、これというのは、まあ、国によってね、法律が違うんで、国によっては制限されてしまうコンテンツというのがあるよという話をしてるんだと思うんですね。なんですが、今回の場合はですね、このマクドナルド自身がリージョンロックというのを設けているんじゃないかという話になっておりまして、これ実際に投稿主が国を選んでロックをする方法というのは、ちょっと極端には分からなかったんですね。もしね、詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいんですが、果たしてそんなことができるんでしょうか。まあ、X がですね、何らかの表現であの広告にね、制限をかけるというのもちょっとね、分からない。で、この方ね、実際海外の方のようなんですが、日本語でね、なぜ海外でこの広告をブロックしたんですかと言ってるんですね。でね、この方のツイートをたどりますと、こちらにね、あるんですが、先ほども記事中にありましたが、見れる人が海外で見れない人用にこうやってね、再アップロードしておりまして、これをね、リポストしてるんですね。みんなが見れるように。だからこの人本当に見れないということでしょ。だからね、同じく見れない人用にシェアしているんだと思うんですが、まあこのようにね、なっていると。で、こちらにですね、いつものあのね、ブレードランナーの悔しがっているミームがありますが、このように出るみたいですね。このビデオはお住まいの地域では利用できませんと、まあこういう風に表示されるようです。そしてね、こちらが先ほどのポストですね。海外の方のためにリポストします。そうするとですね、ほらこちら見てください。ほらありがとうって言ってるんですよ。つまりこの人見れないってことですよね。で、この人もね、あなたは私たち全員を救ってくれましたと。こちらもそうですね。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうと。この方敬礼しておりますが、ね、すごいでしょ。でね、皆さんこれ驚くべきことにどこで行われていると思いますか。なんとですね、日本の公式のポストのツリーで行われています。すごいですね。一部のファンはこのアプローチの変化はアニメファン層を取り込もうとしたマクドナルドの最近の広告キャンペーンワクドナルドの結果だと推測している。ワクドナルドへの評価はアニメに対しての熱狂的な評価と少年シリーズのレンズを通してアニメを愚かなものとして皮肉的に描いていること、アニメの固定観念に大きく依存していることへの評価で分かれました。つまりこのワクドナルドの広告というのはそのままストレートに楽しんだ人もいれば、先ほども言いましたがこれさすがに迎合しすぎじゃないのと、そういった批判もあったということなんですね。ただね、これプフタの受けた印象では圧倒的に前者で、このねワクドナルドの広告というのは基本的に好評だったんじゃないかなと思います。まあ後者の人もねいることはいるんでしょうが、本当にね一部なんじゃないかなというような印象は受けましたね。その結果、一部のファンは日本マクドナルドはアメリカ側が自分たちの印象が悪くなることを懸念して欧米の視聴者から広告を隠すように強制されているのではないかと考えるファンもいます。つまりあのマクドナルドの広告というのはやっぱりあの日本のアニメーションの広告からは劣っていると。だから今回のこの日本のアニメーションをまた公開されてしまうと、現在ねマクドナルド真っ最中ですから、自分たちの印象が悪くなってしまうから、この日本がねアメリカからリージョンロックをかけてくれと頼まれたんじゃないかという話ですね。これはちょっとさすがに考えすぎじゃないかなと思いますが、どうなんでしょうか。もちろんそれが真実かどうかを証明するのは難しいが、以前の広告で世界的な成功を収めた日本マクドナルドにとってこれは奇妙な変化のように見える。リージョンロックポストだと今すぐやめてくれ。ウエストウエストイドはこのポストを P だと言い続けている。ウエストイドというのは西側のね変な人たちのことですね。つまりあの日本のね一連のアニメーション広告を P だと言っている層がいるということですね。そしてねこの方こちらでもそうですが、スマホでねこの広告というのをキャプチャーしてシェアしているんですね。なぜ広告を制限するんですか。あんなにいい宣伝になっていたのに、アメリカのマクドナルドはこのような広告を出されては困るということなんでしょうか。なぜなら前回は彼らの広告がアメリカのツイッターで拡散され人々は怒り分断したからだ。この方切実ですね。私たちは日本を愛しています。私たちにこんなことをしないでください。制限をかけないでください。日本は大陸のこちら側に非常に傷つきやすい人々がいることに気づいてしまった。このビデオはお住まいの地域ではご覧いただけません。なぜ今日本マクドナルドの広告が規制されていることを誰も取り上げないんですか。人生で一度も幸せな日を過ごしたことのない人々が動揺するために広告をリージョンロックしなければならないのは残念です。こちらですね、ウクライナでもロックがかかっていると言われていますね。彼らはマクドナルドの広告をリージョンロックしてしまったのーってねジャンが言っておりますが、こちらねリージョンロックだって入れてくれってやってますね。はい、ということで本日はですね、日本マクドナルドの新たなアニメーションの広告が海外で国によってはリージョンロックをされてしまっているという話題を見てまいりました。さあいかがだったでしょうか。まあこのリージョンロック自体はね X 上でどのぐらい頻繁に起こるものなのかは分かりませんが、まあいろいろなサイト上では決して珍しいことではないですよね。ただですね、前回のあのマクドナルドの広告、あれは普通に見れまして、それがね特大のバズりを見せたものですから、今回リージョンロックがかかってしまったということで様々な憶測が飛んでいるというような状況になっております。現在ですね、この広告が見れずに海外のニキたちが大変嘆いていると。これについて皆さんはどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録高評価お願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。